今日のデリーマインドセット今日のテーマは熱くなったら一旦冷やせ熱くなったら一旦冷やせでこれはどういうことかっていうと何でもそうだと思うんですけど結果が出る時っていうのは熱くなってる時なんですよね非常にこの熱意あふれるといいますか熱くなってる時にボンと形を変える っていうところがあると思うんですよね。まあそもそもが、うん、水蒸気なんかもそうですよね。まあ氷からまあ水に溶けて、でそこからずっとこう温度を上げていくとですね。まああるとき沸点に達したら、まあ水蒸気に変わるわけですね。液体から気体に変わるっていうことがありますけど、熱を上げていくことによって変形していくわけですよ。でこれが水でもそうなんだから、他のことでもそうだと。例えば。 鉄は熱いうちに打て」なんて言葉ありますけどまさにその通りで鉄なんか冷えてる時にどれだけ叩こうが引っ張ろうがですね打ちつけようが何しようが形は変わんないんですよねですけどガーッと熱していくとですねぐにゃぐにゃ曲がる曲がっていくわけですよねあの感じなんですよあの感じで熱を出していくとなんかこう変わるわけなんですよねで変わるということは何かしらの結果を得るっていうことになるんですよ 例えば出世するとか、例えばお金が儲かるとか、例えば恋人ができるとか、例えば人気者になるとか、いろいろありますよね。ですけど、往々にしてですね、熱いままだと元に戻ります。言い方変えると、元に落ちます。元の場所まで落ちます。ね。例えば、ノリノリで出世したとしますよね。 そしたら、そこで一気に冷却しなきゃダメなんですよ。クールになんなきゃいけない。そのイケイケドンドンの調子でいくとですね、あの必ずこけて、失敗とかして、反感買ったりとかして、元の位置まで落ちるんですよ。要は高額になったりするっていうことですね。これはあります。あります。で、ね、お金もそうなんですよ。あの、イケイケドンドンで、例えばうまくいったとしますよね。で、ね、お金なんか儲かったとしますよね。儲かったら、 そのお金で次なる勝負なんか仕掛けたらダメなんですよ。大体多くの場合、こけます。もう、熱がある時に得たお金っていうのは、これもう一気にクールダウンしなきゃダメなんですよ。要は使わないってことです。もう次の何かに乗り出したりせずに、鉄を冷ますような感じなんですよ。で、鉄って冷ましたら硬いですよね。硬くなりますよね。で、硬くなったらもう大丈夫ですよね。もう叩こうが、曲げようとしようが、引っ張ろうが何しようが、う曲がらないですよね。 固くなりますよね。あれと同じような感じでだからお金っていうのも何かでパッっていったらそれを必ずクールダウンするそこを何か次とかにつぎ込まないっていうことがすごい大事ですねね芸人さんなんかもそうじゃないですイケイケどんどんで上がってですねその調子でずっと行こうとした人って大体みんなやられてるんですよだけどうーん例えばうん有吉って言いますけど あの彼とかはうまかったと思うんですよ。ある一発屋げ一発屋みたいな感じで、まあ、全員出てきましたよね。みんな出てきましたよね。で、有吉の一発屋っていうのもあの大昔のはダメですよ。あの <laughs> 猿岩石時代とか。あれも確かに一発屋ですけど、その後にあだ名をつけるっていうところでバッて出てきましたけど、彼はやっぱり賢いですよね。二度同じわだちを踏まないっていうか、二度目はすぐに冷却しましたよね。要は グワーってあ,のあだ名のノリだけじゃなくて MC やるとかなんて言うんでしょうね落ち着いた方に入りましたよね落ち着かせましたよね芸風みたいなものでそうすることによってあだ名であだ名がなかったら MC よく考えてほしいんですよあの有吉ってまあ芸能人だから呼び捨てにしてるわけですよ別に適当に言ってるんじゃないんですけどその,あの有吉っていうのは今すごいいろいろ MC とかもあの結構確固たる地位をですね築いてますけど あれ、あだ名のブレイクなかったらないですからね。徐々に徐々に積み上げてコツコツあなったんじゃないですからね。あれは完全にバブルですからね。要は、熱です。熱がないと、跳ねないんです。熱でガーンって伸ばすんです。そしてガーンっていったものは絶対このまま落ちるから、元のとこまで。だから、冷却させるんです。それ以上もあげないんです。これ以上はやめとくってピッて切るんです。そ,こでもうその熱勝負を。 で、そういうふうに、例えば M の路線で固めていく。で、もう彼はあのブレイクして7年ぐらいになりますよね。もう大丈夫でしょ彼は一発屋じゃないでしょ完全にその冷えた鉄ですね。冷めた鉄で固まった。ということですよ。だからこれ以上はそんなに大きく下げることはないでしょうね。緩やかには下げることはあっても、そんなに大きく下げない。あとはまた時を見て、バンとブレイクするかもしれない。ですけど、それは分からない。っていうところですよね。ですから、ブレイクポイントってあるんですけど、 ブレイクするには間違いなく熱が入ります。これは勢いが入ります。ガーッといかなきゃいけないんですね。でも、ガーッといった瞬間に調子に乗らないというか、そのままではいけないということをすぐ知って、一気に冷却に行くということですね。でそれは、お金だったら絶対にそこにつぎ込まない。やめる。事業だったら一旦そこでストップする。新しいことでどんどん行かずに、ストップとで。今までやってきたことを固めていくんです。ずっと。 今までと同じことをやったって、それは伸びることはないですよ。伸びることはないけど、あのガッて上がったものをそのまま盤石にするんですね。固めていく。でそして、これが普通だと。基盤は固まったと。大丈夫、盤石になったと思ったら、そこからまたドーンと熱出してあげるっていうことをするっていうことが大事ですね。で、まあ、これはセミナーなんかでもそうなんですけど、セミナーとかでも、これ何とも言えることですからね。例えば、これは、 男女関係なんかでもそうですよ。熱がなきゃ燃え上がんないですよ。熱がないで結婚とか難しいですよ。いや、やる人いますよ。7年目とか10年目とかいますけど、あんまりいないでしょ。大体みんな芸能界見ようが、友達関係見ようが、大体長すぎてはるなんてことはありますけど、長い時っていうのは、要はあまりにもその勢いがもう出なくなっちゃって、あ、長い時は一旦別れとか出せばいけますよ。わかります長かった。 長く平凡的に来たことによってもう上に上がる余力がないんですよパワーがないそういう時はでもどうにかしたいと思ったらきっかけ作んなきゃいけないから下げてあげるしかないんですよね下げてあげるっていう感じでだから一旦別れブレイクポイントですねを1ヶ月でも3ヶ月でも5ヶ月でも開けて、まあ、そのまんまさよならって物事っていうのは絶対っていうのは絶えずないですからねいつも上と下という2個の,あのものであの自分の中でこう 見ていかなきゃいけない、予測していかなきゃいけないんですけど、そのまま、そのままさよならって落ちる可能性は当然あります。ですけど、自分が見て、過去の経験とかいろんなものを考えた上で、いや、これは反発して上がると。反発で上がると思ったら、このままだったら上げきんない。このままだったら上がんない。って時は、一旦上げて下げるっていうのがああ、下げて上げるっていうのがあるんですよね。あこれ人間関係でも一緒ですからね。 このまま普通じゃ無理だなと思ったら、好かれないなと思ったら、一回嫌われてあげるんです。おめバカじゃねえのとうわ、脱税とか、わ、アホらしいとか、わざと腹が立つような、ムカつかせるようなことを言って、そこで下げる。で、下げた反動であげるために、そう言いながらすごいいいとこ見せる。要は、不良がちょっといいとこやったら、好かれるっていうのと一緒ですよね。嫌なやつだなと思ってたところに何かいいことしたら上がるっていうのと一緒で、振れ幅なんですよ。だから、わざと落として、 平凡だったら絶対上がりも下がりもしないからわざと下げてあげるとかいう感じですよねそういう感じでググって変化をつけてあげなきゃいけないんですけれどもですから、まあ、長すぎてあるっていうのもそうですけど、まあ、結婚なんかっていうのは短いでもガッと上がった恋っていうのはある程度うまくいって付き合えるとかなったら今度はクールダウンさせなきゃいけないんですよクールダウンさせないとその暑い時って一気に嫌いってなりますからね転じますよ大好きは大嫌いになれますからね こここが怖いとこなんですよだから往々にして大好きだった人は大嫌いだったりしますよ。そんなもんですよ。ようそこまで触れたねと触れ幅いきましたね。こういう感じなんですよ。だから好きだったらある程度のところで切らないとあのよろしくないというところがありますのでちょっと抽象的な感じになりますから熱くて熱くないと上がらないでも上がったものは一旦冷ます熱いままだったら落ちるということですね。 セミナーなんかでもやってわーっと盛り上がるときあるんですね。ですけど、盛り上がったものをこのまま生かそうと思うと落ちますからね。ストーンって落ちますよ。要は、ガーって上がってる状態のときっていうのは、一言が上がると同時に、一言で下げちゃうこともあるんですね。ここが危険なんで、上がったら上がったで、パッてすぐ授業とかに入って、もう機械的と言いますか、クールな道に行って、そうするといい感じのままで行く。 でまた間を取ってまあその落ち着いてきたなといろんな余力が出てきたなっていうところになってからばダッと上げるっていう感じしないと上がりっぱなしは必ずこけますんで,であのこの感覚っていうのはですねあの一つ持っておくといいかなというふうに思います暑くなったら一旦冷やせこれが今日のデイリーマインドセットです。